横溝しおりの森からラジオ第44回目。今日はもう6月下旬ということでですね、まあちょっとまだジメジメした天気が続いているんですけれども、もう夏ですからこう涼しい気持ちになりたいなということで、この曲をお聴きいただきたいと思います。先日の 3L 相模原での演奏会の音源より、マンドリンとマンドラとピアノのトリオで目指そうそうお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。ナダ奏奏、マンドリン、マンドラ、ピアノの三重奏でお聴きいただきました。まあ、ちょっとこの曲を聴くと涼しい気分になるかなと、私がそうなるので涼しい気持ちになっていただけたんじゃないかなと思います。さて、もう6月も終わりということでですね、ここでお知らせがあります。来月7月1日、もう日付変わって今週ですね、今週の水曜日に私のバースデーライブがあります。誕生日当日に初めてバースデーライブとしてコンサートをやらせていただきます。横見しおりの森の音楽会ボリューム3ということでですね、今回は誕生日ということなので私にちなんだ方に出ていただきます。ゲストでピエトロニカとキャトラーレを呼んでいます。みんなでですね、ちょっと楽しい音楽会にしていきたいなと思っております。場所は下北沢にあるバラックブロックカフェという、私もやらせていただくの初めてなんですけれども、中がですね、木でできたとってもこうぬくもりあるおしゃれなライブカフェになっています。今回ですね、森の音楽会は毎回いつも手作りのハンドメイドプレゼントが当たる抽選会もあるんですけど、今回のプレゼントはかなり豪華になっております。毎回毎回レベルアップしているので、演奏はもちろんですけれども、そういったところもちょっと楽しんでいただけたらいいかなと思っております。それからなんと特別な、今回初めての演出もあるので、ちょっとドキドキしております。はい、誕生日当日なので、もしよかったら皆さんぜひ会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。ということで7月1日は夜下北沢でお待ちしております。詳細は下をご覧ください。またホームページなどでも情報を上げてますので、よかったらチェックお願いいたします。ということで、以上、横溝しおりの森からラジオでした。